長。いらっしゃいませ。修理をお願いしたいんですけど。はい、ありがとうございます。これなんですけど。はい、拝見させていただきます。スコッチグレイン。そうなんですね、はい、実は当店で非常にお問い合わせのいいブランド。はい、そうなんですね。今回はかかと、そうですね、かかととか気になってたので。かしこまりました。ちょっと拝見させていただきます。スコッチグレインさん、かかとが約10ミリ厚のゴム製のかかとがついております。で、今回はこちらですね。イタリアの老舗のゴムメーカー、ビブラム社というメーカーさんの同じ10ミリ厚のかかとの部材があるので、こちらで交換していきましょう。はい、全体的に少し色あせが見られるので。そうですね、ちょっと傷もあるんで。差し支えなければ、まあ、かかとの交換と合わせて全体のメンテナンスも、はい、あ、靴磨きも、はい、いかがでしょうか。トータルでお時間30分ほどで仕上げしたら一緒にお願いします。かしこまりました。ではかかとの交換とメンテナンスでお預かりさせていただきます。この履いてる靴とかも、はい、どうですか、見てもらってもいいですか。はい、もちろんです。拝見させていただきます。で、こちらの靴もかかとが、そうですよね、結構減ってますね。同じの、なんか似たようなのあったらなって。はい、ありがとうございます。こちらゴールデンのフットバランスという、はい、うんうん、特徴的なかかとがついてきて、当店でも同じ形状のかかとの部材があるので、かかとはこちらの部材が適しているかなと思います。これで、はい、あとは前部分、特につま先のあたりもすり減っているので、つま先だけ補強することもできますし、もし雨の日とか履くようであれば、つま先に加えて土踏まずのあたりまでゴムで補強する修理も。そうですね、結構薄くなってるんで。はい、ゴム買ってもらって。かしこまりました、はい、もちろんです。かかととつま先とハーフラバーというお修理ですね、合わせまして40分ぐらいでこちらも仕上げること。外を出て、はい、はい、ちょっと待っていただきますんで。かしこまりました、はい。ではこちらの靴、かかとの交換とつま先の補強とハーフラバー、はい、3つのお修理でお預かりさせていただきます。お願いします。いらっしゃいませ。まず修理お願いします。はい、お待たせいたしました。仕上がり確認させていただきます。はい、まずこちらスコッチグレイ仕上がりです。ありがとうございます。今回全体のメンテナンスと、あとはかかとの交換ですね。はい、同じ10ミリ厚の部材に書いてあります。もう一足ゴールデン、今回はつま先とハーフラワーと、ゴールデンのリフトの形に合わせた、うん、かかと交換を。ありがとうございます。ありがとうございます。